皆さんこんばんは。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。本日ですね、話題にしたいなということで、いろいろ調べたんですけどね、職場にもね、あるいはね、学校にも、あるいはですけども中にはご家族の中にもね、あるいはですけども友人知人の中にも、なんかね、その言葉遣いが悪い人とかね、ちょっとね、こう言い方がね、あまりにも存在だみたいな人いると思うんですよね。この人たちがどういう心理でね、そういうね言葉遣いをしてるんですかということをですね、ちょっとね心理学的アプローチでですね、ちょっとお話をねしてみたいとね思うんです。これはですね、何もですね、相手が言葉遣いが悪いっていうんじゃなくて、自分にもね当てはまる、そんなこともありますから、もしねご自分も、言葉遣いが悪いな、あるいはねそういうふうに指摘をされたなみたいな人たちがいればね、ちょっとねこれ今回のね話をね参考にしていただければと思いますね。心理と特徴、これについてね端的にねお話をねしてみたいな、そんなふうに思います。まずね、言葉遣いが悪い人のね、こう気持ちいいですね、心理ですね、これはね自分ではねフレンドリーだって思ってるって言われてますね。非常にこう気さくな感じをね演出してますよっていうことだと思うんですね。要はね、例えば他の人が見るとなんでこう乱暴な言葉遣いするんだろうっていうね、こう疑問をねこう感じるなんてことが多くても、本人はね全くそんなふうに考えてませんよ。こうざっくばらん、気取りがないね、本当にねとっつきやすいようなね雰囲気を出してるんですよ、あえて出してるんですよっていうようなね感じで喋ってるっていうふうに言われてます。ですからね、こう初対面の人なんかね、緊張してる人なんかするとね、こう親しみやすいなみたいなね風にもね見えたりもすると思うんですけども、この辺ね、確かにこうかしこまった話ばっかりするとね、相手とのねこう距離感っていうのがねちょっとねずっとこう縮みにくいなみたいなものもねあるとは思うんでね、ある程度慣れてきた時にはね、親しくね話すっていうのもいいとは思うんですけども、それでもねやっぱ親しき中にも礼儀ありということでね、そのフランクな話し方をしているっていう人は、フランクな話し方をしているよりも、ちょっとね、陰銀無礼というかね、乱暴なね話し方をしているっていうことになってくると、ご自身の信用に関わってくるんじゃないかなっていうことをねちょっとぶっちゃけまね、感じますということで、気をつけた方がいいんじゃないですかと、これはね自分にもね言い聞かせる話なんですけどもね、私の場合は、自分のそうですね後輩でも先輩でもみんなさん付けで呼ぶんでねそれだと間違いないっていうことでね、私はね大体操作してもらってますっていうことですね。あとね敬語が使えないっていうね、敬語は使えるんだけどあえてねこうね親しみやすくするためにね、ザックバーに話しかけてるんですよじゃなくて、敬語って何ですかみたいなねそういう人もいますよということで、あえて使わないんじゃなくて本当に使えないっていうねこれは語彙が少ないというかね、ボキャブラリーがねちょっとね少し少ないのかなって感じで、例えば普通の人ならね、こういうシチュエーションでねこの言葉遣いじゃないふさわしくないなみたいなことをね感じるようなシーンでもね、お構いなしにね、いつもと同じようなね言葉遣いをしてしまいます。確かにね子供なんかだとねあると思うんですよね、普通の担任の先生にね、教室で話しかけるのと、例えば職員室ですか行ってね、それこそね校長先生、教頭先生とかいろんなね他の先生いる中でもね、なんかちょっとこうフランクに話しすぎちゃうってね、他の先生から注意を受けるってね、これぶっちゃけまだの子供の頃ですけどね、すいませんそういうことですね。だからその時にね、先生に対してねやっぱ接し方問題あったなっていうことをねその時理解しましたということでね、
やっぱたしなめてくれる、ね、大人の人がいるからこそね、まあ、小学生の、ね、自分がねそこで理解できたというのがあったんでいいね、まあ、注意を受けたというかお叱りを受けたなというふうに今考えるとね思いますということです。まあ、ただねそういうねこう TPO をわきまえない言葉遣いの仕方をずっとしてくると、まあ、だんだんこう感性が鈍くなってくるんで、その敬語を覚えて使えるようにしようっていうそのモチベーションっていうんですかね、そういった気持ちになりません。別にこのままでいいでしょと、まあ、こういうふうに、ね、なってそのまま大人になっちゃうっていうことなんで、まあ、大人になってしまうとね、いくら注意されてもね、今度はねもう非常にこう強制が難しいっていうのはね、まあいろんなことに対してね相通ずるものがあるとは思うんでね、まあ推して知るべしと思うんですけども、まあそういう点ではね、まあ叱るべき時にねきちんとまあその啓蒙をねまあ例えば会社の社会人になって入社した後の研修とかねよくマナー講座とかね受けたりしてやることもあるんですけどね、まあ難しいですね、面接の前にねいろいろやったりとかねそういうのもねあるんですけど、まあそういうのもねまあ身につかないまま大人になっちゃうっていうねケースもありますねということで、あとは親の言葉遣いが悪いとありますね。つまり子供時代にその例えばですけどもね、まあ、上品なねお金持ちの家庭にね育った子供がですよ、なんかその汚い言葉で喋んないじゃないですかね、自分のこともね男の子だったら僕とかねちゃんとこう言ってね、まあまあ俺ぐらいなら言うかもしれないですけどね、非常にこう言葉遣い綺麗だと思うんですよね、でそれがね、まあやっぱり子供ってのは親の真似をするんでね、ですからまあもちろん友達の影響もね受けるっていうのもあるんで、まあどうでしょうね、こう親の影響とか友達の影響とか、まあね、やっぱいろんな人の影響を受けるということですけど、やっぱ、まあ、なんといってもやっぱ親が一番ね、特に初期段階でものすごい大きな影響を与えますんでね、その親が、まあ、汚い言葉遣いをしているような環境で育つと、まあ、やっぱり自分にもねそれがね、模倣していく中で身についちゃいますよみたいな感じ、これがね、まあ、特徴として挙げられますよということですね。まあ、ですから本来であればね親御さんの方でそういうのをね気を使って、まあ悪い言葉遣いをしたらね身につかないようにきちんと注意する、まあこういったことがね必要なのかなと思います。あとねこれここ言葉遣いの悪い人のねまあ特徴でですね、心のどこかでね自分が最も優れている、まあ他の人間はバカなどね他人をこう見下した心理をね持っていることが多いと言われてますね。まあそのためにね、こんなこともできないとかバカとかねお前らアホだろうなんてね平気で言っちゃうなんていうのがねあったりするようですね。まあでもこう統計的な話でね、で常にね自分を正当化する癖があるとも言われてます。自分よりね頭のいい人に対してでもね少しでもね相手より自分が優れてる点を、探そうとしますと、まあ例えばね変な話ですけど学力がね相手がね圧倒的にね上でもね、喧嘩は俺が強いんだみたいなね、どこで競争してんだろうみたいなね、よくわかんないこう、ね、理屈でも、まあ、とにかく、まあ、自分が一番だってね思うことで満足しちゃいますよということでね、まあ、旗から見ると何やってんのって思いますけども、まあ、本人はそういうねメンタルですってことですね。まあ、ですからね常にこう自分がトップですから相手にね気を使うような丁寧な言葉っていうのはそもそも使う必要ないんですよね。だって相手が下ですから自分が上でね、だからそういうね丁寧な言葉を使うなんていうのはもうバカバカしいと、まあ、こんな風にね考えてますという感じで、まあ本当にねなんていうんですかねこう周りからね例えば家族とかね、まあ、本当にね親友と呼べるような人たちの中には心配してねもっとね言葉遣い気をつけたらっていうようなねことを言われてもねあるいは怒ってね注意したとしても本人はね、俺100間違ってないよ俺何も悪くないよっていうことでね他人の意見に耳を貸すことはないですと、まあ、これがね年齢を重ねていってしまってそうなった場合は、どんなシチュエーションでもね、丁寧な言葉遣いができない人間になっちゃいますっていうことですね。まあ、あともう一個はですね、まあ、さっき家族の中でねその言葉遣いがね汚い親のもとで育ったってのがありましたけども、もう一個はね育ってきた環境で、まあ、それが認められてた、まあ、あるいはたしなめられなかったっていうのもありますね。
例えばなんですけども、さっき言ったあの言葉遣いの悪い家族のもとで育ったこともあるし、あるいはですけど、それの悪い言葉遣いをしてるんだけども、親とか周囲の大人とかね、まあ、友達も含めてみんな注意しなかった、ね、ほっといてた。であとはね、他に、まあ、例えば治安の悪いところで育った、まあ、いわゆるこう不良とかね、その言われて、あ、それはありますと思うんですよね。まあ、そういう中でね、まあ、本人だけにも責任ではないようなね、そういう環境でね、まあ、どうしようもなかったのかな、まあ、そういうところにね、影響が、まあね、及んでしまったのかな、まあ、そんなことも、ね、考えられますと。まあ、そういった環境でね、育ってるとね、親も友達もね、この喋り方なんだから問題ないだろうっていうふうに考えてしまってですね、言葉遣いを改めようなんていう気はね、起きなくなっちゃいます。そしてね、そういった環境で育ってると、まあ、その言葉遣いがね、悪いっていうふうに、例えば社会人になったり環境変わってね、言われたとするとね、まあ、逆にこう自分どころかね、その自分の親とか友達までバカにされたみたいなね、まあ、そんな気持ちになったりするなんてこともね、あると言われてますね。まあ、大体言葉遣いが悪いっていうのをね、まあ、普通にこうなって考えてしまってるんで、まあ、本当に悪気がないんですけどね、例えばですけども、まあ、自分の恋人にね、おめえはとかね、言って嫌われてみたりね、職場ではね、うぜえとか言ってね、叱られてみたりね、まあ、何が悪いのかがね、理解できないんですね。その言葉遣いおかしいよねって、あるいはその言葉遣いで不快になってますよみたいな態度を取られた時には、なんか相手からね、嫌がらせされた、喧嘩ふっかけられた、いじめられてるぐらいにしかね、考えられないっていうのがね、あるようですね。はい。まあ、ですから本当にね、理解ができないから直すきっかけが、まあね、得られないということでね、それで時間だけ経っちゃうっていうことですね。まあ本当にね、そういう点ではね、まあ、残念な感じかなって思いますね。で、あと、まあ、こう、極めつけだと思うんですけど、この言葉遣いが悪い人のね、特徴の中に、人の気持ちがわからないっていうのがね、あるんですね。これね、人の気持ちがわからないっていうのはどういうことなんでしょうっていうと、例えばですけど、みんなでね、何人かでこう、食事をしていてね、あいつうるせえ、おい、これも食えや、なんてね、言葉遣いをする人がね、もう本当その中の一人でもいたらね、食事自体がね、まあ美味しく感じない、あるいはですけども、周囲からの視線が気になってね、食事どころではなくなってしまう、まあ気が散ってしまうってことですね。まあ、こういうことってね、結構あるんじゃないかな、まあ特にね、お酒が入る席なんかだとね、あったりすると思うんですけども、しかしね、これ言葉遣いの悪い人の心理としてはね、自分の言葉遣いが悪いせいで、周囲の人を不快にさせているなんてね、全然考えてません。本人からするとね、自分の思ったことをね、話しやすい言葉で喋ってるだけですよっていうことなので、それに対してね、周囲の人間がマイナスの感情を持つなんてね、想像すらできませんということですね。まあ、言葉遣いが悪いと、自分だけではなくですね、周囲にいる人まで悪く見られたり、恥ずかしい思いをするということもね、理解できないので、言葉遣いが悪いせいで自分は仲良くしたいのに疎遠にされる友人がいたり、何度食事に誘ってもそのうちねとはぐらかされる友人がいることに気づいてませんってことですね。よく考えてみれば、確かに誘ってもね、来ねえなみたいなね、まあそういう人がね、何人もね、こう出てくるわけですけども、それは自分が、まあ毛嫌いされてるっていうことにね、全然こう気づいてないみたいな感じなんでしょうかね。まあ、言葉遣いの悪い人はこのようにね、周囲にいる人の気持ちに鈍感な心理を持ってるんで、言葉遣いの悪さ以外にもね、相手の嫌がることを悪気なく、したり、あるいはですけど、人を傷つけても平気なことが多いですと。ね、ですから、まあ、本人は言葉遣いが悪いから嫌われているのかとね、思う相手でもね、実はね、この言葉遣いだけではなくですね、根本的に人の気持ちがわからないっていう点がね、嫌われてる理由っていうことがね、少なくないですよっていうことなんですね。まあこういうね、ことで、まあその言葉がね、まあ汚いというか、言葉遣いがね、なってないよみたいなことをね、言われる人のね、特徴、そして心理、これについてね、お話しさせてもらいました。本当はこの後にどういう対処をしたらいいのかってことまでね、あるんですけども、まあ、正直言ってそこまでやると動画長くなるんで、それはね、次回のライブ配信でね、
まあ、そういった面も、ね、含めて、ね、お話しできればと思います。まあ、本日も、ね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。